ので朝急いで準備をすみません、ギリギリになりまして。おはようございます。増本夏実さん、現在大学3年生で、今日が初めての講話です。被爆者に代わってその体験を語り継ぐ伝承者として、2年の研修を経てデビューすることになりました。電源、なるほど。デカプロジェクターの準備で始まる1時間前に来て、会場で機材の使い方を確認。ここでお話しするのは練習含め初めてです。マニュアルもいただいてたんですけど、ちょっと自信がなかったので。あ、残念だな。リハーサルも入念です。今日は家族も付き添いに。来てくれないのっていう感じで、娘のデビューの日だよって言って、娘はあまり緊張してないような感じですけど、私の方がドキドキして。資料館地下で行われる定時講話は、来館者が自由に立ち寄って聞く仕組みです。講話開始の20分前、増本さんは少しでも多くの人に知らせようとチラシ配りを始めました。聞いてほしいなって思ったんですけれども、フラット予定がまだあるよね、何するかもう決まっとるんよね。だけみんなが大きくなった後でもいいけ、何年後とかになってもいいけ、お姉さん地下1階で待ってます。おはよう。増本さんが体験を引き継いだ被爆者の岸田博子さんも会場に到着しました。加藤さんもいらっしゃるそうで、小学生の頃から辛い経験を語り継いでくれる被爆者のために何か役に立ちたいと思っていたという増本さん。ことごとく焼いていきました。コールタールのような油っこいドロッとした黒い雨のしずくが真っ赤なトマトに流れていました。その後、具体的で落ち着いた話しぶりが聞いた人たちに好評でした。絵を使いながら言葉を聞くっていう発表になっていて、すごく印象的で伝わりやすいなと。こうして実際にこういう若い人が一生懸命皆さんにお伝えしている姿を見て本当に感動しております。ありがとうございました。満点以上に平和の実現をしようという人をたくさん生み出したいっていうね、自らがね、もううずうずしてないいられないっていうのがほとばしってくるんです。あ、この感じでできるんだ、この感じが平和のための活動になるんだ、私今できてるっていうのが嬉しい気持ちです。増本さんの次の講話は8月以降の予定です。